待たされてる時になんかこう広いこう平地のところに並ばされるんだけど、いやでもね本当ああいう時とかさ電車とかで思うね、あの身長が高くてよかったなって。いや本当この辺に頭があるって絶対息できないからさ、電車は特にきついな。あんなんよう、待ってこれあれかな、イヤホンじゃねえとこれ風の刃かな、あでも風が刃かもしれないよ。また風がおかしかったら言ってください。多分イヤホンつけると割とよくなる。なんだこれ、もっとなんで東京タワー下。皆さん戻ってきました。今ちょいボボボボ言ってる。ああ、なるほど。ちょっとイヤホン置いてきちゃったのか。持ってる。あ、持ってる。もちろん。お、素晴らしい。止まる。いや大丈夫、このドングルじゃないわ、バンドルじゃない、ジンベル、ジングルがあれば。素晴らしいね。うわ、東京タワーここから見るとあれだね、なかなかいいね。多分ここ正しい場所。そうだね。ああ、色がいいよね。東京タワーの方がなんかね、やっぱあれだよ、もう年だからさ、あのなんかねらしさがあるんだよね。タワーだわな。この道会社に自転車で行くとき通るわ。出た、会社都会にあるアピール、給料高いアピール入ったな。おごれよ今日全額出せ。どっちがヤクザ。全額な、全額負担しろ。違うんだ、やっぱさ、お金ってのはやっぱ持ってる人が使うべきなんだ。結婚式だ。ここで何、豆腐屋さんでやってる。ここめっちゃ高いです。ほんと、持ってくるね。持ってくる、持ってくる、持ってくる。よし、ありがとう。ああ、じゃあ多分 いいとこの、あの、そうでしょうね、きっと。いいとこのあれなんだ。政治色の強いお店ですか。ああ、そうなんだ。はい。そうじゃなきゃ、どこでできるの。なんか色あせてんね、下の方ね、ペンキね。新しいんだけど。本当、うん、あの地震の後に修繕してるから。ああ、本当。でも上の方は確かにそうかもしれない。そうそうそう。あ、イベントやってんね、なんかね。ここで？うん、なんかここやってる。やばい、またバンかな。有線みたいなさ、有線みたいなやつ流れてくるとさ、これすぐバンされるからさ。あれだね、やっぱり誰かと一緒にいるとなんかまだあれだな、あの、ね、変質者指数が下がるね。一人はしんどいな。一人だと割とね、指数高いからさ。確かに。はいはいはい、絶対アウトだこれ。あ、演歌だし。あかん、あかん、音楽が流れてる。みんな YouTube 勢はごめんな。YouTube にかけられねえよ。YouTube 勢ここにいねえだろうけど。この。このね、和の心を感じる曲によって、アウトアウトになったことをここに、お伝えします。サンマ祭り、サンマ祭り、何祭り、サンマ祭り、なんかニュースになってるやつで、なんか今年のサンマは不良だから、今年に関しては冷凍物でやってるっていうニュースだよ。風が刃、これでいいだろう。今俺がマイクをこう力強く握りしめてるから。正面行く、正面。正面ってどこな？これ回るんだもん。こっち裏だよ。ここを通っていくんだよね。そうそうそう。何、あの気合い入った方がいい。あれは何、ちょいちょいいるよね。何だろうね。
でも国学院って書いてあったよね。なんかイベント勧誘本当だ。サンバただサンバ食えるんじゃない。でも、もうただのものはな、もう食ったらもうお腹いっぱいだからな。スミスミ入ってる。どこどこ、え、何スミスミ。結構混んでんだな。人多い ね。こんな多いんだね。まさかの。え、これは何？東京タワーガーデン、ビールが飲めるとこだ。すごいスケジュールというかプログラムがあるんだね、サンマ祭りに。あー、なるほどね。応援がパフォーマンスなんだよね。なかなかね、きついんだよね、あれ。どっち正面、これこういくってこと。そうか、これここから中に入れるんだ。入れるけど。入んない。はい、もうね、すぐ怒られそうだもん。さかなクンのサインあったんだ。高いわ。伝わるかね、これね、配信でね。これ多分真っ暗なんじゃない、多分ね、逆光だろうね。そうだね。伝わるかな。あれよく上がるのはあの展望台でしょ。で、第二展望台まで行くのって何？追加で金かかるんだっけ？そうだよね。多分ね、追加で金かかる方は多分行ってないと思うわ。3000円ぐらいかかるんだよね。あ、そう、高いな。あ、台湾のやつもなんかこういうタワーがあって、一回行ったんだけど。それもね、3000円ぐらいかかったな。あ、犬がいる毛が生えてるわ。東京タワーがここで。すごいね、サンマ祭りすごいフィーチャーしてるな。あー、サンマ祭りで来てんの。そんなサンマ祭り来たいかね。フリーメイソンの日本本部ロッジがあるよ。あれでしょ、目のやつでしょ、会員でしょ。ちゃんと臨場感伝ってるんじゃないか。どこに、あの白いのが電球。あ、そうそうそう、あれが光る。あの白いのがそうですよね。なるほどね。写真撮るのめんどくさい。ある。これ回ってもいいの上。何があるんだろう。別に何もねえのかな。でも多分冷凍だろうな残念ながらな。まだセーフ。まだね、まだジポではないわ。ジポは多分やっぱ乳首がやっぱ一つの基準だから。ジゴチャンネル調べで分かってるけど。あ、いいな。でも東京に住んでたらさ、東京だったら何、それっぽいところっていっぱいあるでしょ。例えば。なんかこう配信映えそうな、インスタ映えみたいな。そうだ、ね、原宿、新宿、そうだね、なんたら公園とかってあるじゃない。御苑、これ何でもあるからさ。皇居の中ってさ、たまに入れるじゃん。あれってやっていいのかな。皇居の中さすがに配信してる人見ないよね。多分捕まるんだろうな。そうだね、あるよね。あるね。いや、一回ね、それもさ、就職活動の時にさ、
あの新卒のよくあるスーツだったんだけど、あの正しいもんじゃないところから、うんうん、あまりにこう堂々と入ろうとしたら、うん、あの警備員の人にこう一回敬礼されてそのままパスしたんだけど、おいいんだと思ったらもう一人が第二関門がいて第二関門で捕まってしまってさいや通してくれたんで入ったんですよって言ってダメですって言って、意外といけちゃうんだよね。あの辺のちょっとセキュリティは考えた方がいいよな。ちょっと前にスッパでなんかね、あそこの池を泳いでた外人がいたよ。そうなんだ。そう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 。あそこようやってるよね。なんか入浴剤混ぜましたみたいな、そういうのやってるから。なかなか面白い人いっぱいいるからね。あの意外とね、こう自信を持って行くとね、いけちゃうんだよね。怖いことに。ツイッチのブースもそうだからね。みんなも今日す。やめよ、これを言うとよくない、また怒られそうだから、今日もうツイッチの人にも何回か怒られてるから、もうちょっと静かに黙ってるわ怒られないことが大事、バンされないこと、怒られないこと、迷惑かけないこと、それが一番大事だから。でもこの辺りは何なん、あとはオフィス街だ。一応オフィス街っつうのかな、芝はオフィス街だから。ああんまり何、そうかオフィス街か、一応展望が、なるほど、ここがちょうど切れ目かな。おお、なかなかだね、いいね東京タワー。入るよな、そうそう、配信映えのこと考えたら東京タワーいいよね。でこういうものがさ、たくさんあるからな。でもそうは言ってもそれでもすぐ終わっちゃうか、見終わっちまうような気もしなくもねえな。なんとかじばっかりだろうが。左にログハウスみたいなやつがあったら、それがどれだろう、ログハウス、これ右だよね、教会だ。これ東京マソニックセンターないわ、多分今なくなったな、引っ越したらしいよ、そういやあ、そうだ引っ越したって言ってたわ引っ越したことにしよう。メソニック、あ、そういうこと、これか、あの三角形の目のやつでしょ、ガラスやん、完全にガラスやね、しかし。あ、そう。これがフリーメソニックって、あ、そういう。見ろ、メソニック39、ね。見てくれ、何か感じるな。ここもジジコチャンネルの配下だからな。ここ、こういうことでしょ、こういうことでしょ。ここ、うちのものだから。39グループ、うちの一角だから。なんかあれだね、緑だね。なんでこんなにビルが緑なの。緑感伝わるのかね、それ配信。絶対伝わらないね。目の前、目の前。マリカーや。もう、東京は何、いつもマリカー走ってる。走ってる、走ってる。でもさ、もう最近はもはやもうマリカーってあれなの、あんまりもうあれツイートしても 3リツイートぐらいしかされない、もうリツイートされるかなみたいなもうよく見るよみたいな、田舎者しか知らないなみたいな、それぐらいなもんかな。ほんと毎日見る。そうだよね、なんかそれ問題になってたもんね、任天堂がなんかやってたよね。そうだね、訴訟負けたんだよね確かね。あ、そうなんだ。なんかいや、あのマリオカートは任天堂のその商標権があるとか言ってるけど、結局確かあれ負けたような気がするわ。だからお金取れないんだろうね、任天堂はね。すごいじゃん、メソニック39これなんだ。1週間3回は見る、本当そんなに見るんじゃない、もうそれはもういいわ。もうインスタ映えもツイッター映えもしないし、
配信映えは若干するだろう。おおっていうこのハプニング性もちょっと考慮して外人がねテンション高く乗ってっていうのが、そうそう一応見てて面白いっていうだけで、あマリカは略称としてそんなにしてない、そういう理由だっけ。なんか任天堂が負けたっていうの覚えてるわ。いやほら社会派ツイッターラーがさ、開発者に対しての敬意が足りないと思いますみたいなさ、ありきたりなツイートしてるのを見て、そこまでは覚えてる。ここは何？アパートメンツか。俺怒ってたか。そうだな、麻布台東京、ここは高いでしょう。こんなところに住んでたら、ほらよく見えるわ。やっと天気も良くなってきたな。大抵外人、まあそうだろうね。この辺大使館も多いからね。ああ、すごいちっちゃい国の大使館とかもあるよね。あるあるある、結構ね。あ、こんなとこにあるんだみたいな。あと何、警察みたいなのもあるよね。なんか詰め所みたいなやつもね。よう来たんだこの辺。なんかあの研修がさ、ここらで受けさせられるのが多くて研修だらけやね。研修でよう来たんだ。あのアメリカンアカデミーだからなんかほら好きじゃん。アメリカンからしてもアメリカのことしか信用しないからさ、ね、アメリカのアメリカンなんちゃら。あれここから来た？うん、まあそこ右行けるよ。こっち行ける。すごいね。副村長は独身ですか？副村長独身らしいよ。でもなんか車がなんか妙にでかかった。多分何か運んでるんだろうな。まあ何かはちょっと俺はちょっとそこではちょっと後ろの方開けたらとんでもないものが出てくるかもしれないから、ちょっとあれだな、そこは見ないでおく。俺もその翌日バラバラになって運ばれたくねえから。京王も近かったぞ。そうこの辺近いんだ。あれどっち？こっちこっちから来たんだっけ。いや、やっと晴れてきた。でもサンマの焼けるちょっといい匂いがするね。冷凍物であってもなかなかいいわ。鍵はもうもらったよみたいな。4時にどこ行くの？4時に結局4時にどこ？結局どこ？4時に、絶対ある店がある場所ってどこ？どこでもあるよね。どこでもある。正直。どこでもある。ないところ探そうもんね。そうだよね。いや東京駅は一番もうごちゃごちゃしてて分かりづらいから。そうだね。あれ車で行くでしょ。だってさ、どう途中まで車で行って電車乗って行ってもいいし、ああ、はあ、品川すぐそばなのよ、はあ、ここからあと15分ぐらい品川着くから、はあ、まあ、とりあえず品川駅前にでかい車があるから、はあはあはあ、そこに突っ込んで、なるほど。でそこから電車移動とか全然。ああ、なるほどね。新橋がよくない、決まり。はい、もうあなたの意見で決まり。もうね、もうこういうのはもう俺が決めないといけない。もう新橋決まり、決定。はい、新橋で決まりました。決まったことをここに宣言します。新橋が3時半までには着く。3時半までに、もう4時から開始だから。待ってよ、まだあと何、今2時43分、あと1時間ちょいか。あれどっから来たんだっけ。あ、そう俺分かんねえからな、もう。もう駐車場でいいの。でもまあ他になんかあんの。何もない。あとここからこれ実際誰も来なかったらどうする。まあ別にそれそれでいいわ。あ、でもいるわ、一人は絶対来るから。タワーパーキングセンター、なるほどね。ここです。帰ってきたね。また一回切るじゃんかも。そうだね。どうしようかな。俺外で待っ てもいいのかな。いいよ。どうしろ、出してじゃあ俺あそこ、あのミラーのらへん立ってろ。集合車 SL 広場、そうだね。 SL でファイナルアンサー決まりました。
ちょっと誰か俺のツイッターちょっとアカウントハッキングされて困るな。どうやってそれをツイートしていいか分かんないけど、まあとにかく、4時に新橋 SL 広場決まり、4時に新橋 SL 広場、こんにちは、決まりました。よく分かりませんが副村長に車で乗せてきてもらいました。これで、帰りの交通費が浮きました。やりました、ありがとうございます。歓喜。16時新橋 SL 広場、あ、16時新橋 SL 広場に変わった、今決まったよかった、ちょうどよかった。どうやって連絡取ろうかと思って、配信しながらだと連絡取れねえなと思って、決まった。今ね16時新橋 SL 広場、合言葉は何ですか、あらやって何ですかいいよ、なんとなくわかるでしょ。もう俺今日この季節柄におかしいさ、季節に合わねえ、ほら、ビリジアンブルー、青とも緑とも言えねえような、あの変なシャツ着てるのが多分俺しかいねえからすぐわかるはずだわ。それを見越してこのね、この色のやつを、やつにつけるのすぐにわかるこんなシャツ着てる人俺今日東京ゲームショーで俺しかいなかったからすぐわかるはずだわ。これもでもね、私のことを見た人がすぐにわかるように、それを意識してやってるから、多分ね、全身上から下まで多分 100% ユニクロだと思うわ。ベルト含めベルト含めな、ベルトまで含めてユニクロで固めてるからすぐ分かる。そうそう、思いやりだよ。でもあれだな、色毛差別のわけじゃないんだけど、チョコミントアイスみたいに可愛いだろ。今日東京都前、いや今日帰る、まあお家に帰りたい、お家に帰ってゴロゴロした。今日25センチの俺、底上げブーツ履いてるから本当は153センチだからな、嘘つかない、そういう嘘を蔓延させないように。いや東京高いんだもん、宿1万、いやそれこそ2万ぐらい払ってようやく田舎のね6000円ぐらいのホテルになるんだよ。本当換算レートとしては東京の2万は田舎の6000円のホテルとほんと変わんねえから、それが嫌なんだよね、高いから。高い、本当に激高だからさ。来ねえわ、もしかして副村長俺のリュック、まだ俺のリュック持って逃げたかもしんねえわ。おいまさか副村長に俺のリュックパクられたかもしんねえ。もらったツイッチ T シャツと俺の昨日履いたパンツ靴下とシャツでパクって、そんなことなかったわ副村長盗難説、違いました。今来ました、あまりに来ないからさ、俺の服持って逃げたんじゃないかっていう話をして、よかったよかったよかった、逃げにいらねえよまた騙されたのかみたいなとこだったんだけど、高値で売れるだろうね今流行りのさ、俺あるじゃん携帯アプリ、ああいうのでメルなんとかだろ、そうそう、メルカリでさ出されるかもしんねえから洗ってない俺パン、今回はね洗ってない俺パンも本当はさ、俺ホテルに出張多かった人だったら多分ねある程度わかるかもしんないけど、出張多い人はいや、そんなことないかな、ホテルでさ泊まるときにさ、俺一番大事なのはハーフパンツだと思うの。ハーフパンツ持ってるっていうのはすごくいい、それだけでその日の QOL が変わる、睡眠の質が素晴らしい。何なの俺パンは 2% の女性リスナーに高値でいい、そうなんだよね。いや俺本当にさ、女性の何見ている人がというか東京ゲームショーにいると思わなくてびっくりしたわ。
私は買いません、うん、ただでもいりませんって言われるやつだね多分ね。あげませんいらん私はあげません。大事なもん、あのオレンジのやつは大事なんで。でもあのオレンジパンツあれだよ、ほらデザイン性が高いからさ普通に買う人いるだろ。こんなところにも交番があるんだ。ジャパニーズポリスシステムはすごいな。交番だらけだな。女性声かけてるの、 そりゃそうだろ、なんで俺から声かけんだよ事故ですけど配信見てますかって言うってこととんでもねえな、気違いだ、さすがに俺もできねえそれは事故サンキューと言いますが私のこと配信見てますよねみたいな、さすがに無理だろ、それは病気だわ、病だ病そこまで言ったらもうダメだわ、俺ももう引退するわ。いつも捨ててこもってか、それそういうこと、ああいうのが全然違うからね、自意識過剰の変質だよね。いや病気だそれはない私のこと見てますよねみたいな なかなかいいね、 そこまでのことは俺もできない。でも見てますよね、いやその人はちゃんとあれだった、だからあれやって何ですかって言ってくれた人ちゃんと。気合入ってんな。本当だね。でもあの黒い傘なんで持ってるんだろう。日傘かな。意外と後半に見出して、あいつナンパじゃないの。すげえな。オールバックだもんね。いや。まだあるんだろうね。ああいうの、ああいう人がいなかったらああいうのもう物も売れないよね。なんか仮想の一つだな。 TGS にチャンネルに手取り足取りスマホゲーを教えてもらえるブースがあって聞きました。行きましたか。行ってないな。でもあったなそれっぽいの。行ってねえわ。行ってねえし興味ねえわなんかスカートめくるイベントが中心だったんだね。ああらしい ねあれ面白いかなあれな。いや危なかったわ俺。あれもさちょっとさ収めに行こうかと思ったんだけど、収めにこのカメラでね。でもちょっと行ってないわ。じゃんけん大会になりました。本当？そうそうそう、じゃんけんなんだ。書いてあったサブ切れました。顔マークついてないわ。俺の配信のどんなところが好きですか。それも聞けなかったな。多分それは聞くべきにあらずだろう。おそらく答えにくいわそんなの。懐かしい。そうそう、これがなかなかいいんだわ。ここのホテルは、ここのホテルは OP、 オーバーパワードのホテル。プリンスパークタワー、パークタワーはいいんだよね。パークタワーはいい。新横のさ、よりよく新横もいたんだけどさ、新横のにもあの同じようなさ品川プリンス系のさホテルがあって、はいはい、新横もきついわ。絶対やめた方がいい。新横はほんとホテル事情結構詳しいんだけどさ、きついってない。部屋がそうもうね古いの。明らかにいやいいホテル悪いホテルって一概には言えないけど、でもある程度新しいホテルってね大体ねベッドのその枕元にねこうコンセントついてるんだよ ね新しいから。そうだね、昔はそういう発想なかったからついいらないんだけど、でもそれぐらいね古いところは水回りもしょべえし、なんか昔のさほらカーテン敷いてやるようなさクソみたいなさほらトイレとのセパレートお風呂のやつあれも良くねえから。新横のプリンスホテルはそんな感じなんだよね。新高はもうカーテンだね。新高のプリンス、え、んなことないでしょ。カーテン、ほんとほんと多分あれ。え、でも俺が泊まった時グランドプリンス新高菜はマシだった気がするけどな。違ったかな。普通にカーテン、ほんと、うん、で、さらにあのシャワーの圧が弱い感じそれうるさい人いるよな絶対いるよ。あ、それに関してのコメントよう見るわ。なんかいやなんかコメあるじゃん、あのいろんなさトリップビューアーじゃなくてさあるじゃん、なんかそういう宿のな、そうそう、レーティングサイトシャワーの圧が弱くてどうのみたいなさ書いてるやつ本当よな。そんなの気にするかなって俺思うんだけどよっぽど弱いんだろうな。でも新横はじゃあどこがいいかっていうことになると、アソシアがあるんだよね新横はね、 JR の付属ホテル。新横のアソシアも地雷で
あの湿度がね極めて低いの。冬場に行った時はあの加湿器が一応ね備え付けのやつがあるの、パナソニックとかさ結構まあまあ使えそうなやつが、はいはい、それを、まあ、あの強でかけてもね湿度が一向にね 30% 上がんないの。ものすごい。その次の日朝起きるともうね鼻の粘膜がねもうカッピカピになってるから、だからねあのアソシアも厳しいで、俺だからもう一台もらったんだけどそれでも厳しいんだよね。あもうねあんまりね、シャワー出しっぱなしだった。そうそう、それもやった、ね、風呂も熱いお湯で溜めて、でその蒸気でさどうのこうのってやってたんだけど、あのダメだった。だから 最終手段はティファールでお湯沸かし続けた開けてな。そうそうあれでもなくなるの早いでしょ。早い、ね、これじゃ寝られねえ、体きすんなと思ってそれもすぐやめてさ、うん、そしたらやっぱ一時的に60ぐらいまで上がるんだけど、うん、すぐもうまたすぐ30。新橋に仕事でツイートしてできねえんだよこれ、このソフト立ち上げながらできねえ。俺もう一台端末があればよかったけど持ってきてねえわ。いいだろ別に、この配信見てないようなにわかは来られたら逆に困るだろこの土曜日の昼間からなやることもね、暇人のにわかだけでいい、にわかじゃない暇人だけでいい。そんなさツイート見てさあ来るようなさ、ほらノリで来ちゃう高校生はもうダメだから、そういう高校生は選別するためにもあえてツイートしない方がいいだろ。そんなにわかチャネラーに来られて困る。こっちも逆にいいホテル教えてほしそうなんでね、新横はない結論から言うと新横はありません、いいホテルは。まあでも湿度でもね、俺の同僚は気にならないって言った。でもその湿度はでも絶対おかしくなるから、鼻てかね一番分かりやすいのは、ね、手がおかしくなる。新橋だけど店は決めない、決めてね、決めてくれ。だから決めようが大体何人ぐらい来るの、あのミニマム3だってことが分かってるから、ミニマム3、まあ、16時までな、16時あと1時間か、あと1時間でみんな来れんの、そんなに余裕でついちゃう。みんなどこ住んでんの、一人一人あの最寄り聞いてっからな、忘れてちゃんとメモして帰って、ちゃんと配信で全員話すわこいつはちょっとあの通勤の定義見せろって言うから通勤の定義見たら大体どこからどこって分かるから、うん、通勤の定義出すように。俺にするだっけ、いいよいいよ、なんでちょっと待って、でも俺あるよ、まず俺大丈夫、ありがとう、まだある、ちゃんと通勤の定義あの必ず携帯するように。みんな定期持ってんだよな、あるでしょう、いや本当にないですって言ったら2度2ですから通勤の定期がないのって言って働いてないんじゃないのかなっていう話にするからそこでニードチェックも兼ねてるから、JR の山手線の駅1個増えるの知ってる？知らない、どこにできんの？そこにできんだけどさ。あ、そうなの？そう、オリンピックに合わせて。今どこにいんの我々は？今、もうちょっと知らない。え、何駅の間の？三田駅なんだけど、田町と品川の間だった。田町と品川ってクスと近くないっけ？割と近いけど、でもなんかオリンピックの影響でもう一個作るんだ。そう、へぇ、その工事やってるよ。そうなんだ、東京はあれ増やしてる今、あそこもう一個できるらしいわ、山手線、新幹線回してるね。あと5分でしょ、泉岳寺とかな、なんかようなんで泉岳寺、あそうか、何線だっけ泉岳寺通るのは、京急か、京急もなんでかしら、京急もよく乗ったんだよね、羽田だから、いや泉岳寺方面に乗ってた、なんだったかな、どっかの日本橋、違うぞ人形町、人形町、うん、あっちってそっちでしょ、違うのかな、だからあっちに行く時なんか乗ったような気がする、違うかもしれない、京急だね、人形町、日暮里から走ってるもんね、あ日暮里から、うん、俺たちの日暮里、品川大崎は山手線にいらんと思う、品川は入れてよ、あでも別に品川いっぱい通る路線あるからまあ別にいいか、いや品川は入れてほしいな、あそこ新幹線で降りる人にとってかなり重要だからな、あれでも品川からはん？でもあるのか、埼京線とかって違うか、あれは品川まで行かないのか、あ行くのか、あれかあるじゃん、
湘南新宿ラインがあるわ。あれのねえのか。あ、本当だ、走ってる。緑の丸い緑の本当だ。山手線だ。真ん中通るわ。ちゃんと、16時 SL 前、新橋駅 SL 前。てか店どうすんの、店どうする、それ俺決めなきゃいけねえの、知らねえぞそんなの。やってる店、てかさ、てかさ、あれでしょ、こんな土曜、あ、待って、今日土曜日って結構混むの。いやー、新橋の土曜はそんなでもないと。そうだよね、うん、土曜がそこまで混むとも思えねえな。なんかちょっとみんなみんなあれだろ、近郊だろ、よく新橋でみんなあれだろ、フラフラしてんだろ、ヨレヨレのスーツ着て、なんとかしてくれ、そこは。でもなんかあるだろ。勤務してるビルあってさ、特定すっかんな、後でちゃんと特定するように。死ぬほど決めてあるから、人数決めて、とりあえずだ SL に、4時、もうこれだけ決めれば大丈夫だろ。あとはなんかなんとかなる、なんとかしよう、誰かなんとかしてくれんだろ俺たちは一人じゃない、誰かがなんとかしてくれる。あ、これ品川駅前じゃん。そう、俺だ、そうそう、話してた、そうだ、そう、品川プリンスホテルだ、本当だ。あれが品川プリで、こっちがあ、ね、これはそうか、これが今ブースで、こっちもね、あんま良くないんだよね。これの裏が新高台。なるほどね、うん、あ、そうか、でもプリンス系だってあれがあるね、桜があるわ、桜ホテルか、うん、あれはクッソ値段いつまでかあいつら上げやがってさ。桜タワーね、桜タワーは質が高いわ、質激高だったな、その分高いんだけど。この前また何、地下入んの、はい、まあいいや、あ、でも切れないここ。あ、ほんと、うん、よう知ってんの。いやここは切れない。まあいいや、別に新橋のとこおっさん臭すぎて嫌い。おっさんじゃねえか実際に何言ってんだよ、誰だと思ってんだ。もう20超えたら全員おっさんだぞ。もう全員俺側の人間だってことにしていきたいからぞ。じゃあとりあえずまた16時、またツイートしとくわ。うちらね